ダルマイナガカは、鳥類スズメメのトガである。主に旧大陸の中ビクイドに生息するが、ミソサザイもどきのみ、アメリカ西海岸に生息する。学名通りには、ズグロムシクイカであり、ダルマイナガカパラトックソーナサデイはシノニムである。ダルマイナガカパラトックソーナサデイを、単独のトガとする説もあった。ウグイスを含む場合は、ウグイスか、ヨシキリを含む場合は、 ヨシキリカとは名が変化する。ただし現代的な分類では、ウグイスは、ウグイスカ、セシャデイ、ヨシキリは、ヨシキリカエインクロザファロディに分離される。系統樹は、ジーナルチエトールより、ダルマイナガカ内の系統名、類は、仮のものである。現代的な分類でのダルマイナガカは、チメドリカタイモリーデイ、メジロカザスタラパデイの姉妹群である。ズグロムシクイ族は、 伝統的に地目取りかとされた数種を内包する側系統である。これらの一部はズグロムシクイ族に含めることが議論されている。ダルマイナガ類はミソサザイモドキを内包する側系統である。かつては、オオダルマイナガコンマ以外のダルマイナガ類は一族、ダルマイナガ族パラドクソルニスにまとめられていたが、ミソサザイモドキとオオダルマイナガを内包する側系統だったため、 複数族に分割された。現在のダルマエナガカが単系統として認識されたのは最近のことであり、ズグロムシクイ族シルビアとそれ以外では異なる分類子を持つ。これらは共にハーターとにより拡大されたヒタキカマスカピニーに含められたが、その中で異なる赤とされた。それらの赤はアマドンやウェットモアにより別々のトガとなっており、現在のトガに相当する。 ズグロムシクイ族は、ヒタキカウグイスアカ、シルバイニー、ウグイスカシルビアデイに含まれた。このトガは、ウグイスなど、旧世界ムシクイ類、オールドワールドオーブラーズからなるトガだったが、それらの類似は修練進化のためであり、系統が判明するといくつものトガに解体された。ズグロムシクイ族は、旧世界ムシクイ類の中では孤立した、系統位置にあり、 それを含むトガとして定義されるシルビアデイは、ズグロムシクイ族のみの人絵型かズグロムシクイカとなった。ズグロムシクイ族以外の族は、ヒタキカ、チメドリアカタイマライニー、チメドリカタイモリーデイに含まれていた。ただし、ダルマイナガルイとミソサザイモドキはこのトガに含めるかどうか議論があった。当初これらは、デラッカーによりヒゲガラ族パヌーリスと共に、 チメドリカミソサザイ属ャマエーニにまとめられた。しかしダルマエナガ類は、ダルマエナガアカパラトックスオナサニー、ダルマエナガカパラトックスオナサディに分離されたり、ヒゲガラ族と共に分離されたりした。ミソサザイモドキは、単タ,タのミソサザイモドキかチャマエーダーに分離されたりした。シブリーアルクイストは、ダルマエナガアカシルバイニーに、チメドリ類、ズグロムシクイ属、 ミソサザイモドキダルマエナガ類をまとめた。ただし、ズグロムシクイー族とミソサザイモドキはそれぞれ、一重型のズグロムシクイー族シルビニーミソサザイモドキ、族に、ダルマエナガ類は、チメドリ類と共に、ダルマエナガ族ティマリーニーに分けられた。死亡や、それに続く DNA シーケンス系統により、ダルマエナガ類、ミソサザイモドキ、さらにチメドリ類の一部が、 チメドリ類の主流とは別系統で、ズグロムシクイ族を内包することが明らかになった。これらは合わせて、ダルマイナガカシルビア類となった。この際、かつてのチメドリ族アルシッピーが多系統だと判明し、産後分割され、うちに族がダルマイナガカに移された。国際鳥類学会による。ただし系統的にいくつかのグループに分けた。和名は、厚生労働省などより、 二十続七十種、ありがとうございます。